さんこんにちは、こんばんは、レオでございます。着いた、大阪梅田中国バス、鳥取から3時間半ぐらい、ちょっとね、30分ぐらいバスが遅れましたが、ここは阪急梅田高速バス降り場です。阪急大阪梅田駅、大阪の一番の都会といっても過言ではありません。ということで、これからですね、どうしようかな、この動画をどっちに回すかなんですよ。大阪について2通りやることがあります。まずは梅北新エリアですね、新しい駅が開業されました。それプラス今回友達を飲みに行くっていうことでございまして、まあいいや、これ1本で2つ分で使う挨拶にしときますけれども、まあそんな感じで今回は大阪を楽しんでいきたいと思います。あそこに森口車庫行きのバスが出てるんですけれども、森口車庫行きのバスが日本で一番本数が出ている、日本一数が多い路線バスとして知られてますね。なんかもうひっきりなしに 2,3 分どころの話ではないぐらいにバスが出ていて、それもどの便もね、かなりお客さんを乗せてるみたいで、あれは次から次へとやってくるひっきりなしのバスとして知られてますね。で、見えてきましたが大阪駅、これが本来の大阪駅ですけれども、ここから離れた梅北っていうエリアにまたもう一つの大阪駅ができました。さて、見えてきましたよ、あれなんか簡素な大阪駅がありますけど、なんか東京駅にもさ、ちっちゃい東京駅みたいなのがあるんだけどさ、有楽町近くにさ、なんかあれみたいじゃないか、ちっちゃい大阪駅がありますけれど、あれが例の新エリアですね、梅北地下駅につながる最寄りの改札口の入り口でございます。どっから入るんや、あれ。あ、なんかあの青いさ、ところが通路になってそうじゃない、あの辺から入れそうな気がするから、ちょっとあっち行ってみるか。まだ開発中の段階って感じがすごいするんだけど、もうバスで被られたけれどもそのうちこの辺にビル群がもうバーッと立ち並んで、梅田スカイビルなんかはもう見えなくなりますからね。まあ何年後かだけど、今のうちの景色みたいな、そんな感じだと思う。今信号を渡っていますけれども、ここの信号がネックでね、地上から行くときは結構梅北地下口はね、かなり、難しい立地にあるんだなということがよく分かりました。新しい改札口ですよ、こんなところに地下口ができてる。別に地下鉄の駅じゃなくて JR の改札の入り口なんだよね。まあでも地下に繋がってるから、地下鉄との乗り換えもできるみたいな、なんかそんな感じなんだろうね。あ、すごっ、新しすぎる、なんこれ、すごいね。面白いな。でも階段の色からしてもなんか全然汚れてない感がすごい。まだ改札に入る前の改札手前のね、電光掲示板なんですけれども、このディスプレイがすごい見やすくてですね、こんな大きくね、21番線は黒潮ですよとか、なんかもうこういった感じで案内してくれてるので、普通にね、前の電光掲示板なんかよりも全然見やすいディスプレイになっていて、びっくりしましたね。この時点で驚きましたよ。まだ中入ってませんからね。大阪東線も乗り入れておりますから、それの案内も書いております。ここに入場券を書いてあるでしょ、まあ、入場券って言ったらいつもお金かかるじゃないですか。ただね、右上の方にあると、これ普通は130円かかります。購入するなのに0円ですよ。はい、お金がかかりません。0円で券を発券します。上島くんも買っといた方がいいんじゃない、買うじゃないけど、一応上島くんもこれで買っといた方がいい。これが通行証です。今時通行証って言葉もまずおかしいけどね。0円で発券しました。ほら、さっき言ったように遠いじゃん。だから遠いから、その信号渡ったでしょさっき。その信号がネックだから、この信号がネックだからこそ、じゃあ信号を通らないであっちのホームの方に行けるように、そういう専用の0円の通行証を、あくまで入場券ではなく通行証なので、ホームには入っちゃいけないんですよ。入場券だったらホームに入って写真撮ったりしていいんだけど、これもホームには入っちゃいけないっていうことなんで、発券から20分以内に出なさいっていう。ちょっと入場券2時間でしょっていうこともありますね。ちょっとね、特殊なんですよ。通るためなんだ。そう、本当にそれだけ。さっきの信号がネックだったから、そういうこともありまして、こういうものを0円で発見しております。0円です。これが噂の近未来改札機ってやつか。 なんでこんな近未来、なんかゲームのさ、入り口みたいじゃない、空港みたいなね。なんかあれだね、保安検査みたいな、そういう感じだよね。
こっちが普通の改札機で、まあ、IC 専用もあるんだけど、これも一応 IC 専用なんだけど、何が違うかというと顔認証システムがついてるっていう改札機だよね、これね。だから顔認証がね、定期の人しか適用されないからね。そう、そういう意味でも、あとはね、もうやっぱタッチしたことによって下の色が変わるんだよね。下の色が青でしょ、でタッチしたら緑色に変化するんですよ。ただね、問題なのはね、ピンポンってぶつからないんじゃない、赤くなっても。だから素通りできちゃうよねっていうさ、そういうなんか問題があるよね、多分。すごいな、なんかあのドラゴンボールのスカウターみたいな色をしてますけど、すごいね、スカウターじゃん完全に。すごいわ、面白いなこれな。本当にでもさ、ゲート閉まらないからさ、チャージ分とか、あ、大阪ってあれだっけ、チャージなくても通過できるんだっけ。1円でもできるんだよ。あ、そうなんだっけ、そっか、そういうシステムか。あ、だからそういう必要性がない。あ、でも出るとき引っかかるか。今入ったときは別に関係ないんだろうけど、出るときが。でもああなったって通行できるよね、それってどうなの本当にマジで通過できるから。東京無理やろ、1円だから。でもあっち側ってさ違うから、それで引っかかるってことはさ関係ないんじゃない今引っかかった。 こっち側から出るんだったらいいけど、入るときに引っかかるってことは、チャージなくて引っかかってるから、そういうシステムなくなったんじゃない、この改札に限ってはかもしれないよ。すごいな、認証中ってあそこに書いてあるけどさ、何を認証してるんだろうね、あれは。あれ一応定期の人しかなんか認証システムがないみたいで、まあ今実験段階だと思うんだよね単純に。すごいね、にしても、まあこれがね、10年後とか20年後にはいっぱいこんな改札機ができてるかもしれないからね。全部これ、そうすごいことですよ。でもこれ一つでさ、もう出ることも降りることもできるじゃん。これだと一方通行じゃん、誰かが来たらもう待つしかないでしょ。これは両方行けるから、そういう意味では便利かもねっていうところ。でこれですよね、またすごいディスプレイ、あの N700S のさディスプレイみたいじゃないですか、大きさがなんかこう分かりやすいやつ。そう、 N700S 感がすごいんだけど。大阪駅から黒潮にも乗れますし、関空特急はるかで関空にも行けますよ。今まで大阪からだと乗り換えが絶対必要だったからね、新大阪に行くか天王寺方面に行くか、そういう意味ではまあ便利になったかなみたいな感じ。例えばさ、 JR 高速バスとかってさ大阪駅で降りるじゃない、でじゃあそこから黒潮乗りたいなって言ったって大阪駅から移動しなきゃいけないけど、高速バスで降りた時にそのまま、さっきも高速バス近かったですよ出入り口だから、そのままダイレクトにこっちに行けるから、そういう意味では便利かもね。あとはね、これも行けるんですよ、奈良方面もう直通で行けるようになりました。これか、とんでもないホームドアっていうのは。なんだこれ、あれなんだよね、乗り換えってか乗り場案内が上にああやってディスプレイに表示されてるんだ。いつもだったら下とかさ案内板がね、あのどこに自由席があるのかとか感じあったと思うんだけど、上にディスプレイに表示することによってああやって見やすくなるし、しかも春香号と黒潮号って乗車位置が違うみたいなんだよね、扉の開くところが。じゃあどうするのかっていうと、これ全部扉が開くみたい、なんかどこにその対応できる、どの列車でも対応できるように、なんか全部の扉が開くみたいなんだね。すごいな、これですよ、大きいホームドア。これさ、なんか一つのパネルじゃないですか、なんかパネルっていうかさ、これも一応ドア扱いになるみたいで、これ自体もこれで動くみたいな、ね、スライドして、そう、これも動くみたい。これ動かなそうに見えるじゃん一見、これだけじゃ扉って言ったらなんか、これもちゃんと動く。だからこうなった場合って片方だけこれがずれるみたい、ここに扉ができるから、でこれは動かないみたい、これだけパネルごと動くみたいな。まあ実物をまだ見たことないんですけど、多分そういう感じだと思う。だから何かが直通してきた時でも、ほら、あ、この車両じゃホームドア合ってませんねとかっていうこともなくなるんじゃない。ここにはどんな列車も対応できますみたいな、あの病院でいうその緊急患者何でも受け入れますみたいな、そういう感じに対応できるんだと思う。
まだなんかこんな綺麗な映像もね流れてね、本当近未来感すごいよね。なんか 2000XX 年みたいな、そんな感じの世界になってるけど、ディスプレイが変わります。黄色と赤っていう危険信号を知らせるような色合いがいいよね。でもこの扉だと飛び降りることができない完全ガードマンじゃん。そうそうそう、こんだけ全体をさ覆ってるんだったらさ、こんなことはないですよ。でほら、開く扉のところだけは青くやってあるんですよ。ああ、ここが開きますよ。ご乗車には乗車券の裏にご経験が必要です。パンダじゃない、普通の黒じゃない。は普通のこの扉の位置になるみたいなね、開くのが。遅れが分かった時には5分単位じゃなくて3分とかで出るんだね。だいたい5分遅れとかで、約5分とか、なんかこう的確な分数でなんか遅れ情報を出すんで、なんかこういうディスプレイだもん、やっぱこういうところも細かくきちんと出してくれるのはありがたいところ。これが動くみたいな、スライド式。ここが乗車位置になるのか。あ、違う、どっちも扉があるんだな。あ、違う、だから両方開ける必要があるんだ。ドアが動きます。すごいすごいすごい、もうモニターが動いてるみたいな、もうパネルが。てか、ドアが開きますじゃなくて動きますだからね。開くんじゃない、動くんやもん。スライドしてそこが動いやもん。すごいな、動くって。確かに動いたけど、扉じゃなくてなんかモニターが動きましたみたいな、そういうホームドアで、ドアって見えるのみたいな。すごいな、画期的やな。上、空きあり、空きあり、あれは見たら個室の空いてる様子が分かるっていう、こんなモニター今まであったかっていう感じの空きあり、すごいよねこれで個室の状況が入らなくてもこっから分かるっていう、どのぐらい空いてるのみたいな、すごいよね。これが新しいさ、なんだ、一番線とかの乗り換えホームなんだけど、ここにもうバカでっかい扉あるやんか。これな、何これやってこれ何やと思う。これシェルターになってるんですよ、ゲート。何のゲートかっていうと、ここ地下じゃないですか。地下だから、もし水がほら近くに淀川とか流れてるんですよ、それが浸水してきた時に、地下だと水が溢れたらもう大変じゃん。それをシャットダウンして水の行き場を止めるための装置みたい。ここを閉じ込めて水を入れなくするみたいな、そういう装置みたいだって。だこういうゴム製になってるんだけど、これで完全に水をシャットアウトするみたいな、シャットダウンするみたいな、なんかそういうシステムみたい。完全防御システム、浸水しても問題ないように作ってるみたい、地下だから。すごいよねこれね、こんなもう画期的な扉がいくつもあるみたい。意外と近くない？近口からもうほらもう乗り換え、あれ意外と近いじゃん、ほら遠いってなんだよみたいな。だからあの通行証がいるんだよ。市場だと多分大変だけど、地下通路だとこんだけ近いから、だから割と行きやすくなってるんじゃない。だから通行証はこの部分を使えってことだと思う。便利やな。ここは多分新しいエリアで、ここら辺も全部含めて間違いなく西、その地下が開通されたことによってここも新しく作ったんだと思う。これで新快速に乗れるじゃん天下の新快速に乗れるわけです。いや、これで環状線の方に乗りまして、今回のこの梅北地下駅、新しい新エリアをねとりあえずは制覇したということで、なかなか時間を食ってしまいましたが、ということでこんな感じで梅北編でした。終わります。ありがとうございました。